います。ランブアイベツのチームでございます。さあ、アイベツから来たランブアイベツ、今年のチームテーマは下克上。小さなチームですが、大きなチームにも負けないくらいの大きな気持ちと向上心を持って、見ていただく方に感謝していただけるような踊りをと日々練習してきたチームでございます。もうメンバー一同最高の笑顔と掛け声で踊りますので、どうぞ皆さん応援してください。ではランブアイベツ、キノコの里アイベツ町から来ましたランブアイベツです。こんにちは。こんにちは。ですね、こちら農業祭りさんは去年に引き続き2回目で、2回目のステージということで踊らさせていただきますけれども、ちょっと宣伝させていただきますと、我が愛別町もですね、来月9月の14日町内最大 の、 イベントですね。8月だろ。キノコの里フェスティバル、いつものように愛別ダムの湖畔で、やりますので、前売り券等をご購入いただきまして、はい、キノコと牛肉の食べ放題、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、今日は本当はものすごくたくさんうちチームいる人数いるんですけども、その中で3名、はい、エースを連れてきましたので、人数少ないですけども力いっぱい踊らせていただきます。はい、応援どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、踊り子構えて、
ありがとうございました。ランドアイベスでした。ありがとうございました。いい顔してたぞ、いい顔してたぞ。はい、今9月の14日の案内もありましたね。大変ね、そこの町、そこ